大阪府立緑風館高等学校は、大阪府大東市にある公立の高等学校。高校生急増期対策と誘致運動を受け、昭和後期1972年に新設された、府立74番目の大阪府立大東高等学校と、1978年に新設された大阪府立南根谷川高等学校を、統廃合し、平成中期2006年に開校した。 大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり再編整備計画に基づき大阪府立南根谷川高等学校と大阪府立大東高等学校の全日制家庭普通科2校を統廃合2006年学校敷地や校舎など大東高校の施設をそのまま使用し新設された公明は緑豊かな自然環境で 青葉越しに爽やかに吹く風が地域に希望をもたらし青葉若葉に象徴される未来ある高校生が育っていく願いを込めたとしている教育課程は全日制課程で開校時から普通科総合選択制だったが2018年に普通科専門コース設置校に改編された2年生から選択できる人文英語発展理数 看護発展の学科内専門コースがある。前身の大東高校と南根谷川高校は1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策を打ち出し、1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中で大幅に新設された不立高校。 平成期の少子化に伴うフルツ高等学校特色づくり、再編整備計画で対象校となり東亜合された。交渉は支え合う感情の6枚の若葉が天に向かって自由に伸びこせ豊かに緑風になびく様子を表現したとしている。校歌は生徒の公募作品をもとにした校歌作成委員会による作詞。制服はジャケットにチェック柄で、 女子も選べるスラックス、またはスカート。青色、または赤色を基調として、女子も選べるネクタイ、またはリボンを組み合わせる。シャツ、セーター、ベストもある。ありがとうございます。